はい、攻守交代して攻め、クジャザ81番星、守りが2個陣白個体ですね。最小点。と UAV しようとしていたワンコそば選手を撃とうとしたが UAV されてしまいましたね。みんな分隊長の指揮に従おう。投入。なんで今の。なんだ、VC でも繋いでんの。それはできない。ユニット選手はこの位置ですね。いわゆる強ポジ的な。とフラッシュ投げて、箱月選手が2枚倉庫にいる状況。枯れキノコ選手がこれは地下ですね。と攻め側、これは入っていくか。残り1分20秒。と今見えましたね、 UAV されてしまいましたね。と箱月選手が裏から詰めていたがシャンシャ選手にやられてしまう。手榴弾投擲。このスモーク何個耐えてるんだこれ。おっと入っていくが追い返されてしまった状況か。しかしこのスモークの状況、おっとスモークが晴れてきて、ミント選手が、ことはスモークがユニット選手がミント選手を倒す。3対4。とユニット選手が市販品選手で倒すが、クロノ選手がユニット選手を倒して、さらにはエイラ選手がベントン選手を倒すが、シャンシャー選手がクロノス選手を倒してしまいました、ね。さらにシャンシャー選手がエイラ選手を倒して、まず2個神秘は個体が1本。ドークロノス選手がこれはフラッシュ食らってしまいましたね。黒の選手がこれは詰めていくのか、いや詰めずにグレを、これはどこグレなんだ。この位置ですね、この位置にグレを投げて、と黒の選手が、正面見ていたベントン選手倒して、手榴弾。枯れキノコ選手がこれ地下詰めていた市販品選手を倒しましたね。4対4。黒の選手がこれは単体でいくか。しかしそこシャンシャー選手が待っているけど、またスモークめちゃくちゃ、おっとシャンシャー選手倒してユニット選手、おっと2対1、おっとワンコそば選手倒して1対1ですね。
ワンコソバー選手がギリギリエイラ選手倒していて、残り、1対1。爆弾が設置された。 C4 設置して、まあスナイパーなんで LG 行きますよね。ガレキノコ選手が、これは時間がない、 LG を見に行ってそこにいるが、クロノ選手がガレキノコ選手倒して、本部に帰還せよ、ご苦労だった。クジラズ81番星は1本取っていきましたね。ベントン選手は次は場所を変えて、とクロノス選手はこれは地下にいたカレキノコ選手を撃とうとしたが、逆に撃たれてしまった。どうし、敗因選手がカレキノコ選手倒して、これはこれベントン選手飛ぶんじゃないか、大丈夫か、場所を変えていたので、ベントン選手ギリギリ飛ばず、しかしシャンシャー選手がクロノス選手倒して4対4ですね。スモークがバンバンが飛んできますね。とスモーク、カラフルなスモークの状況、これを投げて入っていきますね。と出ていったところ、シャンシャ選手がミント選手を倒して、と設置したいがグレーが飛んでくる、とシャンシャ選手がシュハンヒン選手倒して、しかしハコツキ選手がワンコソバ選手を倒す、1対3。四方設置したいが、とグレーが飛んできて、ハコツキ選手を倒して、ユニット選手がエイラ選手を倒す、2本。クロノス選手はそうですね、毎回スナイパー一人でかなり詰めていますね。とベントン選手倒して、そこにいるんだろうみたいな。そうですね、クロノス選手が完全にいそうな場所を削りに来てますね。手榴弾投擲、手榴弾投擲。とシャンシャー選手出てる、おーっと撃つが当たらず、クロノス選手行きますね。当てたが倒せず、当たったが死ななかった、シャンシャー選手が撃
れで倒す。とその2枚でオートをシャンシャン選手がエラ選手倒して、といつの間にかスナイパー2本になってますね。カレキノコ選手はスナイパーやってますね。とそうですね、ワンコそば選手がミリなので実質3対3か。とユニット選手が倒して、市販品選手倒して2対4。どうどうだこれは。ユニット選手はユニット選手倒して、さらにカレキノコ選手を箱月選手は倒すが、シャンシャン選手が箱月選手を倒して、と1対1、ワンコそば選手を倒して1対1。ブレを投げて場所はバレてしまったか。と志村後ろ状況ですね。シャンシャン選手がミント選手倒して本部に帰還せよ。3本取っていきましたね。とシャンシャン選手のフラッシュがミント選手に当たってしまい4対5。守りで、攻め側で人数差ができてしまうと非常に厳しいボックスハンド、ボックスハンドじゃないか、ボックスハンティングか、フェラハンドと混ぜる。とそうこうしているうちに黒の選手はこれ一人で入ってますね。黒の選手はこれ一人で一なんか入ってますね。3対5。と UAV されてしまった。フラッシュ投げて UAV されてるんでね、厳しいか。おお、ユニット選手がワン、クロノ選手として、ワンコソー選手が箱月選手を倒す。で1対5、セッチグレーも間に合わず、ワンコソー選手がエラ選手を倒して解除成功して、3対2か、3対2で、ニコチンビアコ隊の勝利ですね。お疲れ様です。